はじめまして、僕カイヒと言います。よかったら今日だけでも聞いててください。よろしくお願いします。なんで路上ライブやってるかっていうと、今日含めてあと4回だけこの新宿駅でね、路上ライブをさせていただくんですけども、来年の8月に ZEPP でのワンマンライブが決まりまして、そこに向けて今、9月からね、毎月150人のフェスをやってるわけですけども、怪奇フェスっていうのをやってまして、そのフェスがね、なかなかこう川崎クラブチートで350人動員した後のフェスだったのにもかかわらず、なかなか埋まらないっていう、こう理想と現実のギャップみたいなのに今めちゃくちゃ、戦ってます。だから、フェスってなるとね、やっぱりワンマンより集客減るのは当たり前だと思います。だけど俺がチッタとかピーツとかでやってきたワンマンライブ、来年の ZEPP、そこと何も変わりません。怪奇フェス、怪奇っていう名前をフェスの中に入れたのもそれが理由です。本気で ZEPP に向けて戦ってるライブです。だからまだゲットしてない人いたらぜひ来てもらえたら嬉しいです。そのためだけに路上っていうこの場所に戻ってきました。よかったら聞いててください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりね、音楽って難しくて、執着って難しくて、今こうやってこの路上ライブに来てくれてるみんなもさ、交通費とか、路上ライブ無料って言っても無料じゃないじゃん、交通費かかるし、やし時間もさ使ってここに来てくれてるわけじゃん。やっぱ誰かの心を動かして、誰かが怪奇の歌を聴きたい、怪奇に会いたい、怪奇にいくら払ってでも会いたい、チケット代も3000円とかさ、4000円とか交通費とか、なんかそういうもの、そういう気持ちにさせることってすごく難しくて、だから僕は歌手っていう職業をしてるからさ、音楽でこう届けたいっていうのは言いますし、いろんな歌手が多分その気持ちだと思う。だけど俺は綺麗事抜きに怪奇っていう人生も応援してほしいなと思ってるんですよ。音楽だけじゃなくていい。別に怪奇っていう人間が好きだからライブに行く、怪奇っていう人生を応援したいからライブに行く、音楽だったら別に怪奇君の声タイプじゃないけど、それでも俺は別にいいんですよ。俺はアーティストって音楽を歌うためだけの職業じゃないと思ってます。誰かになんか夢を見させたりさ、なんかこう誰かに寄り添えるようなさ、音楽寄り添えるような人間性、そういう人じゃないと俺は必ず売れないと思ってます。やっぱり音楽とまっすぐ向き合って、音楽を本気で愛した人だけがファンのことを本気で愛せると思ってるし、自分のことを本気で愛せると思ってるんですよ。だから俺はまず自分が素敵な人間になりたいなと思ってます。だからもし怪奇のこういう思いとか人間性を見てもいいなって思ってくれたら、俺の人生に、俺の挑戦にチケット代を払ってどうか会いに来てほしいです。よろしくお願いします。じゃあラストにカバー